アントン・エミル・クエルティは、オーストリア出身のピアノ奏者、作曲家。1938年、ウィーンの生まれ。1944年に、アメリカに移住し、ボストンで、アーサー・ゴールドマンにピアノを指示した後、9歳で、クリーグのピアノ競争曲を、ボストンポップスのコンサートで弾いて、デビューを飾った。1948年から1952年まで。 ロンギ音楽院に在学し、エルヴィン・バルキーとクレゴリー・タッカーの下で、ピアノ、アーサー・シェファードについて、作曲を学んだ。1952年から翌年まで、ピーボディ音楽院に在学し、エルネ・バローに、ピアノ、ヘンリー・カウエルに作曲をそれぞれ教わった。1953年から1955年まで、アーサー・レッサーに、ピアノ、マーセル・ディックに作曲を指示した。 1955年から1958年までカーティス音楽院でルドルフ・ゼルキンとミエチスワフ・ホルショフスキの下で研鑽を積んだロンギー音楽院に在学中から演奏活動も並行して行いジンブラー・シンフォニエッタや MIT 公共楽団等とも共演していたが1957年にレイベントリット国際コンクールで優勝してプロフェッショナルとして 本格的な演奏活動を展開するようになった。1965年にはアメリカを離れてカナダに定住し、トロント大学のアーティスト・イン・レジデントを務めるようになり、1968年から1972年まで同大学の教授として更新の指導に当たった。ありがとうございます。